理論物理学では、中心殿下は、他のすべての対象作用素と果敢である、作用素 Z のことである。付随している、形容詞、セントラルは、対象群の中心を意味する。中心とは、元の群の他のすべての元と果敢である元からなる、部分群のことを言い、リー代数の中で考えられることが多い。二次元の共立場理論のような場合には、中心殿下は、 対称性の生成子ではない作用素を含む他の作用素のすべてと果敢である。さらに、ネーターの定理により、中心電荷は対象群の中心拡大の中心と対応する電荷である。超対称性理論では、この定義は超群と超理ー頼数を持つ理論へ拡張することができる。中心電荷は、全ての他の超対称性の生成子と果敢であるような全ての作用素である。 拡大帳対称性を持つ理論は、典型的にこの種類の作用素を多く持っている。原理論では、第一量子化の中で、これらの作用素は、様々な原やブレーンの巻数としての解釈も、持っている。ともか立場理論では、中心電荷は、ストレスエネルギーテンソルの二つの成分の、交換関係に現れると、果敢なしい数の項である。ありがとうございます。